チャールズ・オブリー・イートンは、カナダ生まれの聖職者、政治家である、著名な集会を率いて台頭した。1925年から1953年まで、アメリカ合衆国会議員を務め、1925年から1933年までは、ニュージャージー州第4会議員選挙区、1933年から1953年までは、 同第五選挙区から選出された。チャールズ・オーブリー・イートンは1868年、カナダのノバスコシア州パグウォッシュで生まれた。幼少期には貧困かつ病弱であったため、満足な教育が受けられなかった。しかし青年期に出会った聖職者の影響で宗教的に転校した結果、彼は再起を図り、最終的にアカディア大学、ノバスコシア州、 ウォルフビルのバプティスト研究所で進学を学び、卒業した。彼は、活動的かつ熱心であり、またしばしばユーモラスな雄弁術を駆使して、辻説法をしたため、諸々の市外で知られるようになった。福音主義に傾倒したイートンは、1904年に、オハイオ州クリーブランドの路上で、辻説法を禁ずる条例を、たびたび無視した角により逮捕された。ある時、 クリーブランドで説法をしていた彼はジョンディ・ロックフェラーの目に留まった。ロックフェラーは生涯の友人となり、この交際は様々な点でイートンの将来に影響した。1909年にニュージャージー州ワッチャングへ移り、生涯同地に居住した。1924年、イートンは第69議会で共和党から当選し、 以後1952年まで13回連続で再選された。会員外交委員会の議長となり、対外援助分科会に属した。イートンは、米国政府の代表団の一員として、サンフランシスコで最初の国連憲章に署名した。数年間、彼は、老いのウィリアム・ロブ・イートンと共に、議会に報酬した。フランクリン・ディ・ローズベルト大統領のニューディール政策には、 断固として反対した。政界引退の20日後、ワシントン DC で死去。スコッチプレーンズのヒルサイド墓地に埋葬された。ありがとうございます。